こんにちは、こちら内藤証券1階にございます兜町株スタ7110より本日は投資調査部の浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて、今日の相場はですね、小安い水準で終日もみ合いという形でございまして、大きな動きはございませんでした。先週じゃなくてですね、水曜日ですね、失礼しました。水曜日に、日銀政策決定会合と FOMC がございました。FOMC では予想通り金利据え置き、そして、決定会合では今までのその量的緩和の仕組みを、少し変更するという形で発表がなされました。その後、相場自体は急騰したんですけれども、どちらかというと買い戻し中心の動きじゃないかというふうに私は思います。新たな資金が入ってきたという感じではなかったような気がするんですね。10年債を 0% 水準に誘導する、そして買い入れ額の変動もあり得るということで、ある意味緩和が今までのその極端の緩和、マイナス金利だと、それから債券の買い入れなどのですね、量的緩和を縮小するような感じも受けさせるような変更でございました。銀行経営への影響を懸念してですね、経済への悪影響、そういうのをなくすために、仕組みを変更する形でなりました。それで銀行株は上昇したわけなんですけれども、やはり材料的にはですね、株式市場の材料的にはそういうところ、そういう部分だけにとどまってですね、全体に与えるインパクトはあまりなかったんじゃないかなという思います。金融量的緩和自体、もともとその効果自体が薄れているといたということもありましたので、やはりその日銀としては、政府の成長戦略の実行を求めるような流れを作りたかったと、作ったということは言えるのかと思います。今後はですね、株式市場に対してマイナス金利自体の深掘り自体もあり得ると、黒田総裁言っておりますので、実際今後の決定会合で、その一段 の, そのマイナス金利深掘りと拡大ということもあるかと思いますけれども、その時はですね、素直に株式市場は反応するんじゃないかなというふうに思います。さて、今日の相場ですけれども、日経平均株価53円安、トピックスは3ポイント安でございました。円相場は1円余りの円高で100円台で推移しました。それからどちらかというと小型株ですね、新興市場など小型株が上昇ですね。ちょっとやりにくい相場ですので、業種別には原油価格の上昇もあってですね、海運とかそういった卸売とかそういったところも上昇しました。工業とかですね、他建設株、最近ちょっと元気なかったですけども上昇、あと医薬品とかですね、そういったところも上昇しています。反面、銀行株が反落という形でございまして、あと自動車株、証券なんかも金融株に含められますけども、そういったところが安かったというところでございました。さて、来週の予定なんですけども、ご覧の通りで、ございまして、週末にかけてですね、日本 の, その労働力調査、失業率とかですね、消費者物価指数、それから消費指数など家計調査、鉱工業生産などが発表されまして、この辺ちょっと注目されるところ、あと州省ですね、大統領候補のテレビ討論会がございます。反グローバルのですね、トランプ氏が優勢になってくると、ちょっと株式市場に、マイナス影響があるかもしれません。たところで、非常にちょっと注目されるところですね。それから最近の小先機械受注額、先週各方が発表されましたけれども、直近の受注額4月の992億円ですね、こちらを下回ってまいりました。補助金効果がちょっと剥げてきたということで、海外の受注がやっぱちょっと最近今一つ、円高もあって良くないというところでございまして、こういったところ、ずっと合計自体はですね、若干ちょっとマイナス幅縮まったんですけれども、前年同月比でですね、その辺ちょっと見ておく必要あるのかなと思います。こちらの方は補助金関連の受注が7月にピークの反動があったということ、それから夏季休暇の影響なんかで内需がちょっとマイナスになったというところですね。リビジョンインデックス、こちらの方は若干戻してます。医薬品、トイレタリーとかですね、電子部品、
こちらの方の情報修正があって、今まで下方修正銘柄数が多かったんですけれども、そちらの方をちょっと、縮小しているという形でございます。逆に下方修正銘柄についてはですね、充電などの電気とか、まあ、自動車ですね、こちらの方がちょっと下方修正銘柄数が多かったよでございます。ドル円相場、ご覧の通り、今日はですね、この100円台入りましたね、25日線を割ってる水準ですね。こちら99円100円99円と、このやっぱり100円レベルは少し大きな節目になってますので、まあ、この辺で、まあ、しっかりこの円高方向に踏みとどまれるかどうかって、最近ちょっと円高に対しては鈍感気味になってますので、この辺で踏みとどまれたかどうかっていうところが注目されるところでございます。日経平均株価はご覧の通り、この200日線と75日線との間での推移ということですね、揉み合いが続いております。週足もご覧の通りでございます。ニューヨークダウそしては急反発ですね。ナスダック総合指数は最高値を更新してまいりましたというところで、米国株引き続き、FRB の対話戦略が功を奏してですね、非常に強い動きが続いているということで下げ幅を埋めてしまいました。WTI 原油価格ももみ合い水準でございます。戻してもみ合いというところで、最近海外投資家のですね、売買動向、売ったり買ったりというと、どちらかというとちょっと売り越し中心でございまして、このあたり、海外投資家、日本株の魅力向上などですね、戻ってこないとなかなか本格的な日本株の戻りには結びつかないというところでございまして、3000億4000億の売り越しが出るようではあまりまだ良くないというところです。信託銀行の売買動向、公的年金とかが経営しますところ、若干ちょっと売り越しに転じてまして、縮小してます。引き続き買い越し基調は続いているという形です。最近のこの業種別の株価指数の動きは、内需系戻してました。ただ不動産だけはちょっと売られているというところで、最近ちょっと長期金利が上昇してました。実際その決定会合でですね、10年債、長期金利がプラスになるようにすると、操作するということが出ましたので、例えば住宅ローンの上昇であるとか、そういうのもちょっと懸念されるところじゃないかと思います。あと外需系については、電気は横ばいなんですけれども、輸送機器がやっぱりちょっとあまり良くないですね。素材型も鉄鋼株が下げて、あと海運はちょっと戻してるんですけどね。銀行株今日は下げましたけども、ちょっと下げしぶりの動きでございまして、ちょっと今日はリグ売りに、押した感じですけども、引き続き、上向きという意味で注目したいと思います。さて、今日の、銘柄なんですけども、東証一部の大幅増収増益、そして最高益更新銘柄、先週はですね、新興市場でちょっとやりましたけれども、やはりちょっと見た感じですね、あまり大きいところはですね、あまり伸び率高いところは出てきませんというところで、季節の駐車場を展開する日本駐車場開発、求人広告サイト、バイトルなんかやってます DIP、HM はモバイルゲームの開発ですね、比較サイトもやってます。HUG ハーツユナイテッドグループはゲームやスマホのソフトの不具合検査、これよく出てまいります。9月27日、権利付き最終で1株を2株に分割予定です。 EPS は臨床試験支援大手で、新薬の国際共同治験サービスが伸びているということですね。日以降は後発医薬品の主力でございます。前期の韓国企業の売却益がなくなって純利益は減益になります。楽天は仮想商店街上、ご存知かと思いますけれども、ネット通販が拡大してカードの利用とかも増えてですね、あとローンなどの金融部門が好調であるということです。あとパラカ、こちらの方は時間貸しの駐車場を運営してまして、都心の駐車場の値上げ効果で情報修正しています。あとフュージョンパートナー、こちらインターネットを通じて企業向けのソフトを販売するんですね、アプリケーションソフトを販売しています。ソフトブレーンを子会社しまして、売上高大幅増という形になっています。あとそれからテクノプロは技術者の派遣請負いで国内最大級でございまして、技術者不足が追い風になっております。配当利回りも高いですね。
それから2枚目、インターワークス、こちらの方はこれも求人情報サイトでございまして、特定業種の求人特化しています、工場ワークスなんかのサイトが主力。エスクローエージェントは不動産関係の手続きを、まあ、代行したりですね、専門家にインターネット経由で業務ソフトを提供するサービスを行っています。あと良品計画、ご存知ですね、無印良品、アニコムはペットショップでペット保険の販売が好調であるということ。スクエニホールディングズはドラクエ、ファイナルファンタジーなどのタイトルを持ってまして、ゲーム大手でスマート向けが好調。あとジェコスは JFE 系列ですね、でございまして、建設仮設資材リースの最大手でございます。上期はですね、ちょっと建設の着工遅れの影響で伸び悩んでますけども、下期はオリンピック関連の受注なんかを目指して盛り返す見込みというところでございます。本日は東証一部大幅増収増益最高益更新銘柄を紹介させていただきました。本日は以上でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。